リオ隊長、今度あなたのところに入った新しい副隊長はすごく優秀らしいな。ええ、私の教え子なのよ、彼。ほう、ならさぞかし優秀な人材かもな、これからに期待だ。ここ最近は副隊長の入れ替わりが激しいからな、今のところずっと副隊長でいるのは第6部隊のシグエン副隊長くらいか。まあ、彼は真面目で用心深いから下手なことはしないと思うわ、トウヤと一緒。それは気が合いそうだ、今度会ったらぜひ挨拶させてくれ。防衛軍の中枢部はどう、ジョルジュ。簡単なものだな、こんな安易なものなんだな。それで俺はここで何をすればいい。この世界と組織を守ってほしい。それ以外のことはしなくていいし、地球防衛軍に撤退する組織は敵とみなしていいわ。たやすいが、何が目的だ、リオ様。私の代理だ、この組織は絶対に潰してはいけない。正義と悪のバランスが保たれなくなるからね。だからお前は本来の役職を放棄して、そのままここにいたらいい。まあ、俺の本来の役割も暇だからな、別に構わない。それは当分は使えないわね。構わないさ、どっちにしろこれも普段から使ってないからな。それでは地球防衛軍第2防衛軍組織管理機関は俺が管理しよう。俺がリオ隊長の代わりに第2部隊に就任した指揮統屋だ。知っていると思うがよろしく頼む。偶然か必然か、あくまで俺を隊長にさせる気はないみたいだな。よろしくお願いします、指揮隊長。ここの管理に関しては全て把握しておりますので、何でもお聞きください。やはり彼は真面目だ。うまくやっていけそうだ。上司が優秀なら文句はない。このまま継続していくだけだ。このままただ仕事をこなせばいい。クソ、リオ様が余計なことを言わなければこのまま倒されて終わりだったもの。ねえ、もう来ないの。かなり手加減してるんだからもうちょっと遊んでよ。挑発か、この子供、見た目以上に好戦的だな。早い。無防備の極意。さあさあ、どうする？次はどうしてくれるの？物理支配でこの空間の運動量をいじる。能力なしで攻撃を仕掛ける。全部私好みに返してあげるから使える頭全部使って挑んできたらいいよ。シャットダウン。この人、どうあがいても絶対にそれは使わせないのに。そこまでシャットダウンにこだわるということはその状態になって初めて本来の戦闘ができるってことか。まあ、私は別に全力の戦闘がしたいわけじゃないし、絶対にそんな状況にはさせないけどね。すご、ソフィア選手、前見た時もそうだけど、能力完成に関しては完成度が桁外れだ。あれはジョルジュどころか、隊長でも無理なんて。そう、このまま負けたら楽だったのにな。リオ様め、後で絶対に文句言ってやる。使うか、もしこれで何かあったら全部リオ様の責任だからな。シャットダウン。次は小惑星クラスの爆発で消す。仏の顔も3度まで、慈悲はないよ。無力か。シャットダウン。シャットダウン、なんで。何これ。人力でかい。大打極重の。なるほど、それが隠し種ってことなんだね。久しぶりに使った、劣化の力。怠惰か、悪心境と関係あったりするの。さあな、だが安心しろ、ここを抜けた時、何も残らない。それはどんな能力でも例外はなしだ。だから今まで情報が露見されなかったのか。恨みはない、だが上からの命令だ、許しは必要ない。悪いがこのまま捨ててもらうぞ。面白いね、なら私も遠慮しなくていいよね。神格解放。本当さ、ジョルジュのあの技本当にやめてほしいんだよね。世界中継だよ、世界中継。どこの世界に画面真っ暗の戦闘を笑顔で見るんだよ、本当。ジョルジュ選手は今こひと出しの効いた味噌ラーメンをハフハフハフ。ゾゾゾゾゾゾゾ。いやー、この味噌が絡まったチャーシューがうまい。すごいわね、まさか本当にラーメンの実況をするなんて。気持ちはわかりますけどね、ジョルジュ選手は本当に情報がありませんから。そこまでなの。だって彼は過去4回全部出場してそれなりに勝ち上がってるのよ。はい、しかもジョルジュ選手と戦った選手はみんな口を揃えて、覚えてない、と言うんです。謎ですよ、本当。確かジョルジュ選手の能力は物理支配っていうのまでは把握してるんでしょう。と言っても仮説レベルでしたけどね、ソフィアが最初それを見つけて、そこから私が相手の使用方法を考察して、ソフィアに情報を渡したんです。ソフィアはあのジョルジュ選手のシャットダウンの中の戦闘が見えたらしいので、そこから色々探ってくれましたよ。相変わらず平気な顔してとんでもないことをするわね、ソフィアちゃんは。よっと、衝撃波がステージから超えてきたわよ。かなり丈夫な結界のはずです。でもまさか抜けてくるなんて。運営は何してるの？皆さん落ち着いてください。結界には現時点で問題ないと運営から連絡が入りました。今から強度レベルを最大に上げて、内部を完璧に遮断しますので、中継は一度中断とします。こんなの初めてだよ。あの暗闇の中で何か。あの
ジョルジュの力と対等か。それ以上、これは想像以上に厄介ということだな。これは後の報告が楽しみだ。果たしてあの空間の中はどうなってるのか。全く現場の状況がつかめません。これは困りました。運営さん、結界を弱めて中継を開始してください。これはどういうことなのでしょう。ジョルジュ選手が倒れ、ソフィア選手は目をつむって立ち尽くしています。このまま判決をしてもよろしいのでしょうか。あれ、私どうしてたんだっけ。ソフィア選手が意識を取り戻した。このままならソフィア選手の勝利となります。なんでこの人シャットダウンを使えたんだろう。というかそこからどうなったんだっけ。ダメだ、全然思い出せない。ジョルジュ選手は意識不明で、ソフィア選手は無傷で立ち上がっているので、このまま判決したいと思います。1回戦第7試合勝者、ソフィア選手。はぁ、あ、何か大事なことを忘れてる気がする。なんかもう、モヤモヤするな。オーラも少し減ってるから戦ったのは間違いないんだけど。ソフィアちゃんどうしたの。ねえねえ、みーちゃん、私の体を見てよ。何かおかしいところない。いいよ、見た感じ何もないけど。どう？怪我どころかかすり傷一つもないよ。誰かに触られたり、オーラの影響を受けた痕跡もないし。そう、でもなんで記憶がないんだろう。そもそもその時だけ、記憶に関する脳の部分が機能してなかったのかも。オーラの影響とかじゃなくて、自然的な影響で。自然的影響で。それができるのって？神域外科医、シンクロソーマ、と同時に存在する神の見技。神域外科医は自身の象徴となる世界を作り出す見技。ミアイデン、つまり大海闇がドルエデン内の神族の二大奥義の一つだね、神域外科医は。でもそれだと納得だよ。あれはどんな効果も上書きして自分の世界の効果を上塗りするからね。でもあれは相当オーラも使うから、それなりに戦闘力オーラ量がないとできないよ。まあ、そういう可能性もあるってことだよ。だってソフィアちゃんの能力や私の目をかいくぐるほどの状態異常だからね。そっか。ふざけんなよ、リオ。あんな化け物相手に力を使わせやがって。ということはいい情報は得たの。俺が何度も何度も密会になっただけだ。身内になったり、粉砕したり、ひっちぎられたり。そう、あなたクラスでもそうなるのね。もちろん、神域外科医、を使ったのよね。それどころか、劣化の力、も使った。だが全部無意味だった。もう少し感情的になっていたら他の悪視点や打開、本来の力まで使っていたぞ。俺はもう当分はお前の命令は受けない。俺の積み重ねたものが壊されるからな。悪神兄弟だ大司教理論、バニタス。お前ほどの奴にそこまで言わせるか、ソフィア、ターフェアイト。これはもう少し情報を集めなければな。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。